間違いのない楽器の選び方をお伝えする弦楽器サラサーテの北見です。今回はビオリーノでリバースの制作を担当されている堀裕貴氏の講演があるということで、東京バイオリントレードセンター、略称トビックに行ってまいりました。堀さんの講演内容は大変わかりやすくためになるものであったと思います。特に最初に示されたこの3つの和のお話、演奏家が考える良い楽器、制作者が考える良い楽器、ディーラーが考える良い楽器、それらは微妙にずれている、違っている部分もあるということです。しかしそれらが重なり合う部分も必ずあるわけで、それこそが理想の楽器であるというお話は、私も常々そうではないかと思い、そういう楽器を追求していたので、深く同感した次第です。